はい、どうもこんにちは、ラクラクラクです。マインクラフトクリスマス企画実況プレイパート6やっていきたいと思います。現在の日にちは12月1日です。前回の続きからやっております。前回は、地下探検のその行ってきたっていう説明と、で屋根のどういう風にするかっていう感じで、屋根を取り付けていく作業を進めていました。ということでね、今回はその続きをやっていきたいと思いますが、ちょっとやっちゃったんですよ。やってしまったんですよ。まあ、なんでちょっとやってたかっていうと、まあ普通に録画し忘れてたって出す系なんですね。はい。ということでね、続きやっていきたいと思います。では行きましょう。で、まあ、はい。説明すると、ここをね、ちょっと小窓があったんですよね。窓を取り付けていきたいと思います。どうしようかな。四角い窓なんですよね。まだ四角いの普通だって。ここちょこっとなんですよね。ちょこっとの、その配置が難しい。こんな感じか。で、一応木の半ブロックも作ってきました。はい、はい。なんでそこに、なんで、ここに入ってほしいんですよね。どうしましょう。ここに、入らないか。こう、よし。そう切って、ああ、夜になったな。夜になっちゃいました。そう切って、ここに。よいしょ。なんでそこに乗っちゃうかな。やっぱ、種類が違うとダメなんですか。ああ、ダメみたいですね。どうしよう。せっかくハンブロック作ったんですよね。じゃあ、ここに、こうやって、まあ、ここハンブロックにしましょうか。あ、だから、木のハンブロックじゃダメなんだよ。木のハンブロックとレンガのハンブロックが組み合わさらないと。なんかちょっと変になるかな。ここ木のハンブロックとレンガのハンブロックにしたかった。ここに掘ってやりたかったんですが、上についちゃうんですよね。あ、仕方ないか。ここは木にして、上をレンガにしましょう。よし。こういう感じかな？こういう感じで？ああ、まだなんか変ですね。周りをレンガで埋める。ああ、埋めちゃダメなんですよ。ここ出っ張ってるところなんですよね。もうちょっと前に作ればよかったか。よし、じゃあこれを前に持っていきましょう。はい、じゃあ一旦崩します。崩すのもあれだな。まあ、でもいいか、崩そう。崩して一個前に持ってきて、前に持ってくる必要ないかな。出っ張ってるから、難しいところです。出っ張ってるからここをこうやって、普通にこうでいいんじゃないか。でここ危ない、ほっよっ、これちょっと微妙な感じの段差にしちゃったんで、そうだな、こここうやってもいいんじゃないか。よいしょ。あー、木が足りない。あ、ハンブロックがあるから。横。一つのブロックにしましょうか。なんか違うかな？あら！なんか違うかな？なんか違うで感じがしますね。難しいな、本当に。屋根がでっかくて、出っ張ってる窓が難しいんですよ。その感じが。なんかもうちょっと屋根広くしたいんですけど、厳しいかな。もうこれ以上はちょっと厳しい気がするんですよ。なんか埋めちゃった。あ、やっぱりな。なんかなんかって感じですね。まだやめますか。まだつける必要ないかな。つける必要ない。やめよう。それかレンガにしよう。ちょこっとだけでいいかもしれない。ここの屋根に何分かけようとしてるんだろうな、俺。ここ、ちょっと削る。あ、じゃあ、こっち。ここ、レンガでしょ。ここはレンガでいいんじゃない？ここ。あ、ここでいいか。ハンブロックがあるから。ここ、ハンブロックにしちゃったからな。
まあ仕方ないか。なんかでも変だな。そしたらハンドロックで見るか。出っ張りすぎだな。戻すか。あーもうわけわかんなくなってる。どんどんおかしくなってますね。難しいな。なしなしにしよ、なしにしよ。なしにする。窓はなしにしよ。なんかそれっぽくないかもしれないけど、目合わせたくないからこっちにしよ。いるね。くそー、まだ時間の無駄だ。ニワトリがいる。もう陰で笑ってやるよ。あ、やめた。スケルトンに変わった。ニワトリがスケルトンに変わった。乗ってこす。くそー、もう余計なもの作ってしまった。もうガラス割れちゃうよ。もったいないな。最初からこれだってよかったんだよ。こうでよかったんだよ最初から。あ、こうでよかったかも。よっ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 。乗らない。あ、止まった。あ、ちょうどいいか。いいんじゃないこれで。ね、くそー、なんかなー、ダメだな。なんかすっぽくない。仕方ないのかな。先っちょにこれ、あ、熱っ。やばい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 。あー、もう最悪もう最悪もう最悪。なんでまたそんな敵いっぱいあるの。俺の家で遊ばないでくれ。あ、やばい。あ、これ横から丸見えだな今思ったけど、ここちゃんと繋げなきゃ。ここをね、ちゃんとやんなきゃ。こうやればいいじゃん。 OK。 これでいいかな。もうなんかね。よいしょよいしょ。こんな感じかな。あ、間違えた。もうやだ。もう屋根いつになったらできるんだろう。まずこれでいいかな。まあっぽいからいいでしょ。あそこ壊せばいいのかな。くそ、あのスケルトンのせいで俺遠回りしなきゃいけない。くそ、ここ俺んちだよ。なんで俺んちなのに遠回りしなきゃいけないんだよ。よいしょ。もう後ろだ。もう勝ち組っていうか、もう 空白だよ。ここを壊して少しでもそれっぽくしたいんだけど、無理かな。あれ、これやったらおかしいかな。少しでも屋根がね、ここにちょっと出っ張りがあるよっていうのを作りたいけど、おかしいかな。おかしいかな。あ、おかしいな。あ、この上かな。ここじゃないな。この上のここかな。ここまだおかしくないんじゃない。あ、マジで。あ、ここ繋がってた方がいいか。はい、ここをこう繋げて。くそクリーパー、くそクリーパーめ、俺の家に入りやがって。もうここは爆発させたくないからね。セーブしとこう今のうち。よし、爆発した瞬間にオートセーブ入ったら俺はもうやめます。あ、もうずれてる。くそ。この視点の変えるのもできてない。しっかりできてないし、もうできてないっていうか覚えてない。よし、これでいいだろう。ダメかな。なんかおかしいか。おかしいな。くそー、ダメだ。俺のセンスが。もうほんとダメだな。よし。センスないもん。くそー、センスがないからな。こんなね、ブラックジャックの家やったら、誰でもできるよ。あ。よいしょ。これでどう？おかしいね。やっぱ耳が出てるみたい。まあこれでかいかな、一番。気に食わないけど。あ、それっぽいし。少しは細長い感じも出てるから。さて。ではですね。あと何分くらいですか？8分つうことは、結構25分だから。
15分くらい15分くらいこれに時間費やしてたんだ。ではですね、粘土が足りないので粘土を取りに行きますということで、またちょっとお話タイムです。かなりのんびりしてますねこの調子でいったら多分クリスマスには絶対間に合わないと思うんですが、まあのんびりとやっていきましょう。まあ、クリスマスはそう遠くないですから、まずは1日ですからね。はい、では粘土は今1セット焼いてるんですが、全然足りないと思うので、木が足りないですね。まず犬がいる、ちょっと待って、俺の仲間が欲しい。よし、ではお前待ってて、今は粘土取りなんで、犬に会うね、待ってもらいます。ラッキー待っててね。なんでゴンタじゃないんだって前も説明したんですけどね、なんでゴンタじゃないんだって。ゴンタ前回出てきたのに前回初登場のゴンタさん、ラッキーに、ラッキー、まあ犬はラッキーにしたかったんですけどね。まあ俺の犬じゃないんでねまあ家族ですから、たちの、俺たちのですからね、俺たちのゴンタですから。はい、よし、ではラッキー待っててね。なんでラッキーかっていうと、まあ任天堂クスですね任天堂クスでまあやってた時、まあ犬の名前をラッキーにしてたんです。そこからですね、ラッキーにして。はい、そのまあお話をしながら、残りわずかの時間をね、はい、粘土取りにちょっと使いたいと思います。はい、多分粘土取り行ってる途中で終わると思いますが、まあ粘土取る途中で、まあ、終わったらまあそこで終了になりますが、多分俺帰ってる途中でこういう砂とかもね集めてると思いますんで、はい、まあ時間外でもねいろいろやってると思います。まあさっきみたいに屋根とか、まあ実況撮って、まあ録画ボタン押しなかっただけなんですが、深いな、どうしよう。前はあっちか、今回はこっちの川でいいか。なんかなさそうですけど、あった。はい、まあ時間外でもなるべくやっときたいんですよね。何か、まあ、例えば木を集めるとか、まあ、そういうのはやってていいかなって思うんですよ。どうでしょう皆さん、やってていいですか。こういうちょっと素材集めとかはやっぱりこうやってお話しし、なしてやんなきゃいけないんで、まあなんて言うんだろう、そういう時間取れないです素材集めるくらいならまあ無言でやれるんでね、まあ、それくらいならいいでしょうかダメですかね。すぐなくなるな、なんでだろう。いやー、ここ穴掘る、ここ穴掘ったら意味がない。じゃあこっちこれ、こうすれば息が、あれできないか、入れないか、入れた、よし、やってみよう。何の話をしてたんだちょっと何の話をしてたんだっけ、記憶が記憶が飛んでしまった俺も何でしょう、実況を撮るのはまあ夜中なんで、もう結構疲れが溜まってる時に撮ってるんですよね。なんで結構記憶が飛ぶことがあるんですもう話してる時にこうやってゲームしながらだと、ゲームの方でなんか起きちゃうとね、何話してたか忘れてしまうっていうね、そういうことはあると思うんですよ。あ、
砂だ。あ、砂か。粘土が欲しい。あった。これか。違うかな。違うな。マイクラやってて酔ったことありますかね。まあ、こうやって見てると結構酔うんですよね、俺。マイクラの編集が一番酔うかな。あの、倍速の編集したやつあるじゃないですか。マイクラで。まあ、パート2ですね。2だったかな。で、やったやつ。あれ、すんごい酔っちゃいまして。皆さん酔いませんでしたか。ほんと、あれを見てたらもう、酔っちゃってダメでしたね。すぐ酔っちゃうんですよね、俺。お、穴がある。あ、ただの穴だ。よいしょ。さて、何の話をしていきましょう。今回は、そうですね。川遊びをしたことありますか。お、見つけた。川に粘土ってあるんですかね。あー、まあでも粘土質な土っていう感じか。まあ、ねっとりとした土。川にあるのかね。川にはさらっとしたあの土とかありますよね。いやー、川行ったらもう怪我をした思い出しかないです。あれ、穴が開いたかと思った。穴、あー、やばい。怪我をしたい思い出しかないんですよ、川遊びで。もう川でね、まあ、滑るじゃないですか、石とか。川遊びしてると石とかでね、滑って、まあズテッと転んで膝を、まあ、思いっきり石にぶつけて血がだらって、まあ、そういうお話。これじゃあ、あ、危ない。川遊びってあんましない方がいいみたいですね。なんか菌、バイ菌が、まあ、体の中に入ってあまり良くないとか。いや、でも結構もうそれ言ったって遅いよって感じなんですけど。もう川いっぱい遊んだよっていう感じなんですけどね。あ、そうだ、川行ったら蜂とか出るんですよね。もう俺蜂が本当大嫌いで。本当に蜂は嫌なんですよね。なんでかはわかんないんですけど。もう蜂に刺されたこともないんですけど、蜂だけは本当嫌なんです。まあ、前にも話したことあるんですがね。あら!はい、ということで、時間が来ました。じゃあこの辺の粘土を取って終わりにしようかな。あ、岩だ。よいしょ。ということで、もう終わりか。よし。では、ここで、切らせていただきます。さあ、いつになったら、家は完成するのかな。本当に、時間かかりますね、これ。まあ、俺は、あんまり時間ないって言ったらないんですがね。その、1、2時間の中で、やるマイクラですから、なかなか進まないんですよね。はい、ということで、まあ、その1、2時間以外にもね、ちょっと時間外で、素材を撮らせていただきます、これから。うお、来た来た来た。お前、泳げんのかい。頑張って。頑張って。はい、ということで、犬も復活しましたし、ラッキー第3代目のラッキーが復活しましたし、まあ、これからもうね、素材とかいっぱい取っていきますんでね。あ、もう閉めたいんだ、俺。よし、これで閉める。一旦閉めます。はい。まあ、これからものんびり、クリスマス企画としてやっていきたいと思います。で、まあ、
クリスマスになったらいっぱい鎌倉とかクリスマスツリーみたいなのを作って、で松明とかでイルミネーションしてっていう感じでやりたいと考えておりますのでね、はい、ぜひお楽しみにしていてください。その前に家を建てたいと思います。ということでね、こんなグダグダした動画をね、最後まで見てくださり本当にありがとうございます。ではこれからもどんどんやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。では、パート6ですね、はい、ご視聴ありがとうございました。ラックでした。では次回お楽しみに。さよなら。